よいしょ、紅茶タイヤッホー。今日いた、今日時々の昨日大阪行っとるんね。行ってらっしゃい、楽しんで気をつけてね。ポコちゃんいつもかわいい、ありがとう。じいさんこんばんざい。ゆいたくん、お、ラブじゃん。あいちゃん好きでいてね、ラブ。よしさんやっほー。あ、よしさんのツイッターさっきちょうど見たわ。ちょい下だよね。ありがとう、来てくれてよかったよ、忘れられてなくて。嬉しい。ありがとう。今浜松か静岡だ。じゃあまだまだだね、頑張って。今日のリリーベ最初の、あ、乙女心でしゃがんでよいよいって言っとう人やろ。かわいい、やったね、イエーイ。隣組明日は横浜からの渋谷、ん、新宿です。横浜からの新宿で、横浜でライブあった後新宿でリリースイベントがあります。まーちゃんやっほー、よいよいって言ってました。ま、あ、おはよう、まーちゃんおはよう。どっちだろうねつって、津波か。あ、そう、みんな津波大丈夫ですか。ちょっとうちもあんまなんか怖すぎて、自分のとこはそんななさそうだなっていう思ったら、もうそれ以上ニュース見てないんですけど、ちょっと怖くて、普通になんか一人でそういうの見る、ま、マジで結構本当に怖くて、私一回なんか一人暮らし始めてすぐの頃になんか2回ぐらい地震警報鳴って、あの怖すぎて実家帰ったんですけど、その頃もちょうどまだ大学生してたんですけど、なんかオンライン授業とかやったけん、あ、そう、大学生といえば昨日今日今日明日で共通テストがあってるみたいで、すごい懐かしくもないけど、共通テストを受けたことないんであれなんですけど、リリーベもある。横浜センクラ。よいよい、そう、よいよいって言ってます、あれ。センクラ、そう。ポコちゃん、あー、気をつけなね、でも本当に。横浜とかの方が結構危ないみたいに。なんかなってたみたい。警報、寄せないに。マジで危ないけん。一応確認しいね、みんな。でも、ちょ、最低限の情報確認して、私はもう怖すぎて、なんかニュースとか見れないんですけど。無理、本当に無理、本当にもう怖すぎて無理なので、なんか結構煽られるっていう言い方するとすごい悪いけど、まあそんぐらいの危機感を呼び起こしといた方が絶対にニュースとしてはいいんだろうから、いいんだけど、一人暮らししてる身としては本当に無理になっちゃうので、もう寝れなくなっちゃうので、みんな大丈夫かいってだけ言っとくね。ちょっとこれ以上この話題触れると怖くて寝れないので、今日もおいたん、ありがとう。かぼちゃたんは、あ、でもチラッと見た金欠っていうのどこで見たんだっけ、どこで見たんだっけな、私はコメントかツイッターのリプ、しかも人ので、見ました。お話ができなかったけど、またいい感じのタイミングで待ってるよん。ぽこちゃんは鶴見、あーい、わかるかも。ちょっと一時おかしくなってが、あはは、何も言えんこともないけど、まあ人間だから、あはは、人間だからって思っています。その時は、ありがとう、ガード、そうだ、ガードマンだから。達也丸ねえ、どうしたねえ、やっほー、いやいや、達也丸実は、あー、でも言ったよね、横浜近いっていうイメージある。やっほー、みんな深夜なのに来てくれてありがとう。ちょっと今日は眠いんだけど、だいぶ深夜です。明日は横浜サザンテクラブで15時15分から1本目のライブがあります。ちょっと緊張しています。違うよね、この土日すごく緊張しているので、ちょっとね、頭が割とパンクする寸前って感じ。でも頑張るので、ぜひお待ちしてます。危ない顔見てる、嬉しい、
笑顔。辛いことあったん、大丈夫かい、なんか大丈夫かいって言うとなんか大丈夫って答えないかん気もしてあれなんですけど、なんかそう言ってくれるとうちも幸せです、ありがとう。1880ダメージ与えてで切り去る、あら惜しい。こんばんざい、たつやまる。たやきの隣の立ち食い、あーいや、そこ一回食べてみたいんよね。でもニャノスイミで確かにシネマ強かったね。あん時、あー確かに、そう、ディオかな、確か4日のディオのシネマグラフを私は上から見てたんですけどの話だよね、多分。はるなさんが復帰してその日のライブのシネマグラフで、私がその怪我をしてたので物販のみだったので、あの上から途中まで見てたんですけど、唇いらなくね、まあいいやまあいいんかいっつってマジで号泣して、本当にもうありえんぐらい号泣して、この後 MC 出るのにって思いながらそうで、昨日のシネマグラフも結構なんかやっぱ来るものがあった、それを知ってから初めてやったシネマグラフだったので、でも多分それはみんな一緒だったんだろうなっていう感じを感じたし、なんだろうな、なんか普通他の曲だとそんなにその時の自分の感情を出しすぎないというか、その曲の中に入る方が正しいんだろうけど、なんかシネマグラフは今の自分たちの今を表現する曲だと思っていて、感情だったりを、だから毎回表現が違ってもいいというか、なんならそれが正解なんじゃないかっていう、なんじゃないかって正解かなって思う曲なので、それがすごく出てたなって思っていますっていう。でもシネマの話するとうちすぐ語っちゃうの。ポコちゃん毎日楽しいけどよかった。あ、じゃあ、あんまヤッホー、ショーミズ大丈夫？なんか大丈夫って言うとあれなんだけど、今は良くなったん？何が、なんかさ、うちはなんかさ、多分コミショではあるんだけども、コミショじゃないようにしてるんだけど、わかんない。そう、でもなんか、むずいね聞いてもいいなら、でもコメントだと言いづらいのかなって思うけど、メンバー復帰してよかった、最近企業いいね、エムカードってそのメンバー一人一人の歌声は変わんないです、あの曲が違うだけです。そのシネマグラフが収録されてる人と、空の夜が収録されている人がいるってだけでもないけど、そういう感じ。 S さんが買ったら多分みんなシネマグラフに来ると思うけどまああれが頑張れば、なるほどね、頑張って、でもなんか無理はしすぎないようにねって思っています。溜め込みすぎるのも良くないよって、案外逃げてみてもどうにかなるって時もあるなって思っていますまあ逃げずに耐えてそこの道を突き進むことももちろんかっこいいとは思うんですけど、それで自分にがダメになっちゃうと元も子もないなって思うので、まあでもその元気が出る一員に私がなれればうちは嬉しいですそうなりたくてアイドルになったので自分は でもね、自分が壊れる前に逃げることは大事なんじゃないかなって思ってますやっぱりそうだよね、実は春菜のも一応、あ、なるほどね、そうなのか、
やっぱりそうだよね、曲が違うのがあれってこと、やっぱりそうだよねってことか。後輩の次第で、ね、自分のやるべきことや、ね、中間か、あー中間管理職すごいな。だから全部が全部後輩の指導だけじゃなくて、自分もやることもあるから中間ってことなのか。自分の仕事やりつつ、大変だ。今うちの花の2番、おーすごい、でも2番手ってすごいじゃん。でもすごいところに行けば行くほどやっぱ難しいものはあるのかな。いのりんやっほー、やっほー。なんかさ、今日すごいうち思ったのは、桜チルを今日のリリーブでやったんですけど、1番の3人でさ三角形になって、少し傾いた夕日が眩しくてって、3人でペアというか一塊になってあるんですけど、そこでマリアさんとクーさんと私だったので、あ、イノリンだって思いながら思いましたっていうお話ですね。あとはあれだね、落書き写メを頼んでくれてありがとうっていうの、あれいつだっけ、最近頼んだってくれたよね。ちょっとまだちょっと今手いっぱいすぎてちょっとマジごめんなんですけどで頼んでくれて嬉しいです、ありがとう。いや、なんでダウンロードしてたから、もしかしてと思って発表の時なんだ。なるほど、親方サポートし下の声指導して、マジめっちゃ大変じゃん。なおかつ自分のやばっ、めっちゃ大変じゃん。だって親方はさ親方のことやっとけばいいわけじゃん、下の人は下の人でさ自分のことやっとけばいいわけやろ。やばっ、めっちゃ大変じゃん。聞いたけど分からんかったから、そう、あの別に一人一人歌声が違うわけじゃなくて、あのそれもちろん自分のパートっていうのがあるので、曲の中でシネマグラフか、逆にその空の色には私たちシネマグラフに入ってるメンバーの声は入ってないけどって感じです。そりゃ当たり前そうなのか、頑張って、それは頑張ったらいつか一番手になれたりするのかな。でもそれで頑張りすぎるとまずい。まあでも役割を与えられて大変なのはありがたいことではあるって思うけど、私はなんだろうな、本人じゃないけんさ多分言えることなのかもしれないけど、心配だから私はなんかみんなが頑張りすぎてあーってなっちゃうのは心配なのでって思っています。ユジークヤッホー、ヤッホー。雪降っとる今、最近もうずっと寒いユジークのとこの方がもっと寒そうやけど。えなりん、誤爆爆弾は返して、あーあれの方が一応けん、あそうなのか、すごい、めっちゃ責任ある、すごいよ、すごい、もう働いてる人みんなすごいって思っています、正直。俺が24だ、親方も若いのか。でも哲さんもすごいな、でも24でそんな大変なことしてるのか。だってうち4年後とかやろ、ってなっちゃう。でもあれやよ、どちら見たか分からんけど、皆さんの方書いてあった赤は、ちなみに言うとどっちも見たかも、かんレナさんの方見たかもな。だレナさんの方じゃない方は別に流れてくるけん見らんでも流れてくる。働きたくないな、働きたくないな、でも働かなきゃなんだよなって思って働いてる人はマジみんな偉いって思っています。本当に本当に私無理だと思ういなかったよレナさんもあるしね。あ、それ見た、それ見たわ、ありがとう。あ、ちなみにレナさん専用やからね。でもあのさ、プロフィール欄が別垢もありますがになっとってさ、別垢、そう、別垢最近動かし、なんか一時期マジで全然動いとらんかったのに、
あっちでレナさん専用にしたけ動かし始めとるわって思いました。あ、バブス青いのる、ロリータ、そうです、バブミバブミだって、こう期待、ありがとう、頼んでくれて、今その時期なのか、今その時期なのか珍しくマジで赤ちゃんみたいな、あれゆうみさんに借りたんですけどね。でももう二度とあんな子供っぽいの着らないかもしれない、子供っぽいというかバブミあるやつ着ないかもしれないぐらいのレアなんで。見てます、まあなるほどね、なるほどなるほどです。やばい、ちょっと眠たい今日だいぶ眠たいんだ。今日ライブ早かったのになんでこんなに配信が遅いのかと言いますと、私は部屋の大掃除をしまして、福岡行っとったり本当になんか忙しいと部屋がなんかもうなんかやばいことになるタイプの人なんですけど、そうなんでちょっとお正月からバタバタしてたし、お正月にちょっと怪我したので、怪我するとさ足やったけんあんま動けんけんさ、その片付けって足動かすやん、やけんもう全部放置してたの、やばいよねそしたら部屋がすごいことになったので全部片付けました。みんな褒めてっつって今日はちゃんとなんか丁寧に洗濯物も回したんでね、どや、柔軟剤もいっぱい買ったのでね、どや。あとは明日リリースイベントが20時からタワーレコード新宿店9階にてあるんですけれども、特典会のねお洋服がパジャマってことで、パジャマね全然家にもあるけど、なんかパジャマ欲しいのもあるしなっていうか、最近パジャマ欲しい欲が単純にあったってのもあって買いました、新しく新調しましたパジャマを。なのでぜひ会いに来てくれると嬉しいです。パジャマってオンライン楽市楽座では着たことがあるんですけど、リアルでパジャマを見れるっていうか、みんなの前でパジャマで出ることってないやん、やけんマジで生パジャマはレアだよって思っています怒られるのたくさんあるけど、そこはね自分の落ち、自分を責めすぎないようにだよ。まあでもむずいよねその塩梅でも、結局なんか自分の立場になるとまあこれは自分が悪いしなってなるけど、眠いのよね今日ちょっと声がガラガラ、昨日なんかさ加湿器つけて寝てなくて、間違えてというかあんま寝る前の記憶が昨日ないんやけど、ほとんど寝落ちしたけんほとんど寝落ちしたので昨日なんかあんま記憶がないんですけど、加湿器つけずに寝ちゃって、でもエアコンをつけっぱで寝ちゃって、やらかしたので今日ちょっと喉の調子が良くなかった、カナピオだった。絶対後あらまあよくやって偉いやろマジ、めっちゃ早い片付けた本当に。でもあとちょっとないけど、ちょっとこのゲーミングチェアが来る前に使ってたデスクチェアを一生捨てれてなくて、粗大ゴミって出すのめんどくさい、めんどくさいとき言っちゃったけど、めんどくさいのよ偉い今度ジェラピケ買ってやろうか。でもジェラピケってめっちゃ高いよね、うちでもなんか高いって聞いたことあってさ、ジェラピケとかちょっと入る勇気とかないけんさ、前通ったことしかないってけどさ、鉄さんジェラピケはちょっとまあなんて言ったらいいんだろう、なんかいらないって言うとさなんか気持ちまで無限にしとうみたいで嫌なんですけど、まあお気持ちを受け取っておきます、ありがとう。テツさんにまた早く会えると
いいなって思っているよっつって。でも今大変そうやもんね。時々元気をもらいに来てくれると嬉しいです。元気を与えれるように頑張るのでね。まあ下の子がやらかしてまあそれは大変だ。もうでもそれはさ、なんかもう流すしかなくない？耳から耳に、耳から耳いかんかなこの考え。部下の落ち度は上司の、それはものにもよるけど、なんか教えてなくてあらってなったらあれかもやけどね。教えてもそうなることはなるんよって感じよねっつって。まあそう、ツルツル素材、あれは夏だったよね。あれオンラインラクジラクザ、パジャマでのオンラクはね何回かやってるんですけど、私パジャマは割とまあ好きなので、寝るとき着てるかはちょっと分かんないんですけど、なんでこの辺に匂わすんって感じやけどさ。フリーサてってるよ、来てくれてありがとう。あ、誰、待って、何さん、待って、千年万年流星群あらね、難しいね、な長いけど、なんて読んだらいいですか。はじめまして、来てくれてありがとうございます。バンザイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。よろしくお願いします。バンザイジャパンとは、日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界配信していくアイドルグループです。東京を中心にライブ活動を行ったりしています。あと配信毎日やってるのでね、よかったらお話ししていてくれると嬉しいです。ちょっと今眠たい顔はしていますが。3つ目何の赤知らん気もするけど、でもなんかよしさんいっぱいアカウントあるよねってイメージある。かわいい、ありがとう。いらないときはなんだこの星は、いらねえよとか、え、わかんない、えよ、えよがわからんかった、マジで。俺は傷つかない、え、でも待って、星がわからんけん、星が2個もついとるけん、え、でも同じ言葉が入る、やばい、クイズ大会みたいになってるけど、え、でもいらんくはないけんさ、いらんくはないんよ。でもなんか欲しいっていうのも申し訳ないし、そうなると、そう、でもね、くれたら嬉しいです、プレゼントは。いらないバーカーが。いらねえよバーカー、いらないよバカーみたいなことか。何、俺は傷つかないの、俺の気持ちは何なのだ。でもいらなくはないのよ、別に、別にというとあれやけど、全然って思っています。ジェイさんヤッホー、ライブでありがとう。もう今日の動画マジ面白すぎて笑いました。あれマジで面白かった、可愛かった、あれを動画で撮ってるのマジで面白かったです。めっちゃあくび出るんですけど、別に一つだけ名前違う、じゃあ分からんかもしらん。夏よね、同じ、あーそうだわ、エプあれだ、明太子料理作った時なんかすごい変な名前にしたっちゃけど、明太子料理作った時やんね、エプロンやったね、ありがとう。もうあれ夏やなんやって、もう真冬なんやか、ほら気持ちまで麦にしちゃうって、あーそういうことか、ありがとう、ありがとう、なでなでってされた気持ちになりました、自分でなでてるんですけど。まあ言ってくれたけん、てつさんがありがとう。でもでもさ、多分みんなにもいろいろタイプあるけんさ、
プレゼントで思い出したんですけど、2月3日生誕なので、生誕というか誕生日なので、ライブにもしよかったら予定を空けてライブに来てくれる人が一人でも多いと嬉しいですって言っています。プレゼントで思い出すのやばいかな。でもプレゼントは全然なくても会いに来てくれるだけでも嬉しいので、ぜひお待ちしてます。あとは個人的にめっちゃ会いに来てほしい日は28日もちょっとやばい楽しみって感じなので、ぜひ来てくれると嬉しいです。お待ちしてます。それ以外にもね、あのね、1月がね、これちょっと更新しなきゃね、19日もリリーベが入ったのと、多分ね17だっけ、17以外ほとんど全部ライブ、月曜日次の以外ほとんどにライブ入ってるんだ。ひささん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ちょっとだけ遅れちゃったからコメントごめんね。ありがとう、来てくれて。バンザイジャパン、日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界に発信していくアイドルグループ、バンザイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。聞き取れたかなつって、ちょっと早口やったねつって。ありがとう、来てくれて、よろしくね。かわいいアバタークラゲちゃん、よかったらお話ししていてくれると嬉しいです。いろんなこと話してます。はやなの方ありがとう。んー、でもなんかヨシさんはもうレナさんだろうから、そこになんか独占欲は働かないとか言ったらごめんけど、そこに働かせちゃうと多分私がちょっとしんどくなるので。って思ってます。2月3日です。まあ何かしら考えていくよ。わ、ありがとう、ニヤってしてくれると気になる。とりあえずすぐ寝な、おやすみ、ありがとう。いやー、ちょっとでもなんだろうな、心が軽くなれば、気持ちが軽くなれば、なんかいい感じになれば語彙力なって感じなんですけど、嬉しいよ、また来てね、ぜひ。もう少し頑張りだ。話聞いてく、話聞くことしかうちにはできないかもしれないけど、それで何かプラスになればいいなって思うよ。頑張れ、応援しとる、応援しとるけど、それと同じぐらい心配もしとるけん。またぜひ来てね。あの配信でも、時間ができれば、会いにも来てほしいけど、明日のリリーベデートないです。クレープして、明日はお話し会です。お話し会いっぱい話せるよって感じ。ひささん、そう、九州の人、福岡出身、すごい方言で分かったとかいな。ひささん、どこ出身とかあると、どこ出身とかはあるか、そりゃそう。どっか地方出身やったりするとだ、言いたかったな。まーちゃん、かわいい、ありがとう、助かった、嬉しい、その言葉がとっても嬉しいです、ありがとう、かわいい。大好きやお、ラブだよ、元気になれ、応援して、応援しとるよ。わかった、ほら、性格悪いか、そうやって書いてある、時もあるけどね、なるほど、ええとか、おい、ちちょちちょ、いっぱい好きでおって。もう語彙力がゼロになるぐらい。新宿タワレコ、あ、そっか、あれ新宿のタワレコか、クレープやったのが。そう、クレープやったのがね、どこかを思い出せんくて、ずっとクレープやった光景も覚えとうし、でも違う、新宿のタワレコの記憶が薄くて、うちさっきってか今日なんか、あん時ああいう感じやった時って思う、
教えてもらって思い出したんやけど、めっちゃステージ滑るとこだって思い出した。マジ気をつけます。かくら、あ、北九じゃん。北九でもちょっと方言違うよね。え、そう、最近思ったこと言っていい？これさ、福岡の人はみんな小倉って読むと思うけどさ、多分さ、福岡出身とかじゃないと多分小倉って読むっちゃろ、これ。なんか小倉と、ん？小倉って何か分からん。小倉？え、これ小倉って読む？え、これよね、多分。読んどった。それに気づいた、最近。違うんかな？なんか、うち、小倉ってずっと何か分からんくって、なんか高校の時のあのパンの自販機とかあるじゃん、パンの自販機に小倉ってひらがなで書いてあるあんこ入ったパンがあって、なんでこいつは小倉って名前なんだろうって3年間ずっと疑問に思っとってさ、でもあ、なんかそういうあんこがあるんだっていう、あんまり今はもう分かってないんですけど、そう、ことを知りました。ビッグラブだよ、ビッグラブだよ。ゆいとくんもつ、ゆいとくんのツイッターも結構見てるんだよつって。ゆいとくんにも会いたいわねって言って、今すぐ会いたい言うやんつって。でも配信来てくれてそうやって好きって言ってくれるのマジで嬉しいけ、ありがとう。小倉台って何？シールなさん休み入れる。ありがとう、待っとるよ。そうね、もれなさんが休みの日が、はうちが寂しいので。眠い、そうね、そりゃそう。3時過ぎやもん。こんな遅くまでありがとう。おやすみね、ゆうとこ。おやすみ。ちなみには、小倉台が何？場所？それは。それは場所？唇の色どんどんなくなるよう気がする、元々ないよねって。よいしょ、ちょっと眠たくなってきています。葵ちゃんは地名なんか、え、じゃあ何、あのさ、小倉トーストみたいな、あれ、な、名古屋やかなんかのは何？やばい、眠たいかもしれない。今やばい、やばかった今。寝るかと思った。でもいつもあり、こちらこそありがとう。まあ、来てくれた時にお話してくれたら嬉しいわよ、私は。なんか、あんまり人に割と求めちゃう人なんやけど、求めちゃいすぎちゃいそうなので、あんまり求めないを心がけているんですよ。なので、でもさ、結局は来てくれたら嬉しいって言ってるから、お話だけでもしてくれたら嬉しいって言ったから、それを求めてるんだけどさって思っています。矛盾。むずい。でも配信来てくれてるだけで本当にありがたいよね、ありがとうって思っています。やばい、って思っていますしか言ってない、全部語尾口癖かもしれない。15分までには終わろうかなっていう眠気がしています。やばい、今ね、もう寝れる5よりでも、じゃあ今日お風呂入って寝たいと。絶対にお風呂入って寝るんだって思っています。やばいね、ちょっとやばい、本当に寝れるっちゃけど、どうしたらいいこれ。急激な眠気を催しております。あ、ゆっくんだ、コメントしてくれた、待っとったよっつって。ずっとね、そこにおるのはね、もうね、多分本当に本当に来てすぐぐらいから実は気づいてたんだっつって。おかげ見れるだけあれ美味しいよ、やったね。
もう今眠たいんですけど。イエーイ、嬉しいせって言ってくれて、ありがとう。お顔見せていくわっつって、今ちょっと眠くて滑舌やばかったけど、ねむねむちゃん、そう言ってくれて嬉しいな本当に。なんかでもそうなれるだけの人であろうって思える言葉でもあるし、モチベにもなるし、なんだろうな、嬉しいし、単純に単純に嬉しいし、なんかちょっと賢そうな言葉で言おうとしたけど、単純に嬉しいしって思います。ちょっと眠すぎて、いつも頑張ってるとか、かけながらじゃなくてもいいなって思うけど、かけながらでもないなって思っていますって最近ちょっと控えようというか隠れようとしとるやろう でもなんかね、えらいよ、ありがとう。そう、なんかね、あのね、思うんよ、控えようとはしてる。なんかその気持ちもすごいわかると、なんて言ったらいい、なんか、ちょっとさ、マジ難しいけど、さっきツイートしてたのもいいねしたんですけど、なんかそう、なんて言ったらいい、マジちょっとマジでなんて言ったらいい、だってさ、なんか好きやと自分が思っとう行動じゃないことっていうか、後から見たら、わあ、あれ違ったわみたいな行動やってしまうみたいな気持ちに多分なった時あるじゃん、絶対ゆうきくんが。なんか、うわ、その気持ちめっちゃわかるって思うし、なんかそのめっちゃわかるぐらい、なんかうちのこと考えてくれとるんかなって勝手に思って、ちょっと考えてなかったら本当にごめんないけど、考えてくれとるのかなって思って、ちょっと嬉しかったりしています。ちょっとじゃないけどありがとうって思っていますっていうのをうちは絶対言いたかった今日。でもなんかコメントをがなかったら、もしかしたらそれを言って勝手になんかさ、コメント来てないのにさ、名指しで呼んで、なんかもし今聞いてなかったらどうしようってなるのでコメントしてくれたけん、そうね、わか伝わったかな、うちの語彙力足りとったかな、すごいなんか伝えるの難しいこと言ったかもしれんけど、まあ俺が自由人だから人一緒、あ、それはそうかもしらんつって、私ねってかゆ、おでこかゆかった、泣かせに来てる泣かないで石山ちゃんと写真洗いました、あ、ありがとう、よかったよよかったよ、ありがとう、頼んでくれて、ちゃんと支払えてくれてもありがとうね、待っててね、届くの。自分は誰の人だ、そうね、それはそう、謝ることじゃないよ。でもなんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろうね、でもちょっとでもなんか考えてくれとるのが嬉しい、うちは頭で、うんすごい、頭でってなると違うな、むずい、日本語むずいけど、そういうことそういうことなんかすごい最近、多分自分の中のジレンマみたいなのと多分戦ってそうみたいな時あるけん、なんかあんま自分責めんといてねって
心配になるけど、でもそれって人に言われても結局自分じゃやっちゃうんだろうなって思っちゃって、どうしたらいいんだろうって思ってたり。難しいな、マジ日本語にするの。昨日思ったあの子が笑う子って思って、ああそうなの、みゆきが今月から、あらまあ、これがマヤシトレイすぎて、いやでもそれはいけん、いやむずいよな、なんかそれで自分がいけんのよって、そういう時もあるさってことよ。だって見てん、うち大丈夫そうやろっつって謝ることないとって、好きがなんかありがとうなんかね、病んでるのは元気出してって、元気出してじゃないんやけどさ、病んどるのって、いやでもなんか嬉しいですありがとう。なんかなんて言ったらいいんだろうね、マジむずいけど、むずいしか言ったらんけど、好きだよってでもさ、なんか人から、え、むずいよね、なんか違うよ、なんかね、なんかね、むずい、ちょ、むずいしか言えない、なんも言葉出てこすぎてごめんないやけど、なんか、自分がそっちの立場になったら、うわー、わかるって感じ、なんよって思っとる。こうたくん、葵ちゃんだ、そりゃそう、うちのルームやけんね、やっほー。なんか最近出没率とか言っちゃったけど、出没率高い。やっほー。強的な、うん、明日的な強的な日はおるみたいな気持ちなん。いつも通りで、とりあえず、ありがとう。あ、そう、今日はね、シンポジ3つぐらいあったんだって。緊張した。あの、バンザイファイターの、落ちサビを初めてね、今日生きる者たちの、あれマジで緊張したって思いました。なんかインスタをフォローしてくれた、先寝るって言っとった人がおるっていうのを、この配信聞いとくか分からんけん、ふわっと言っとくわ今日も頑張ったな。今日はちょっと眠たいですがね、眠たい顔してます。横浜もリリーブを楽しもうの日だね。じゃあこれからも行けるときはにゃんねるよ。ありがとう、そこにうちが入っとってくれて嬉しい、ありがとうね、待ってました、来れるときに。ゆきくん、そう、しおりさんパートマジ初めてでした。でもなんかフォーメーションを組んだ時、組まれた時はシンポジが、シンポジっていうし、あの初めて入るよってポジションは印がつけられてるんですけど、最初つけられてなくて、ん？ここはやったことないぞってことに時差で気づいて、ちょいとマジでやばいって なりました。リリーブ、おー、そうなのね、楽しみ、やばい、リリーブ緊張するの、いや嘘、もうね、やばい。でもちなみにみんな今回はめちゃめちゃシンポジが多かったりで、結構レアなポジションに入ってる人も多いので、今回の隣組のライブ、それこそ本当に今日のね、リリーベの色彩カラーも7人中5人ぐらいシンポジっていうね、びっくりしちゃうわっつって言います。ハリヤッホー、まだやっておりました、眠たいけどやってたんだ実は。それぞれチキのポーズ、はい、あれ振られるけん、そろそろ傷つくよヤッフって言ってます
あとはアフロダイナマイトのおもちちゃんのところをやったり、今日はシンポジちゃんは、あとは乙女心の7人に初めて出たり、推しカメラはずっとやりたいと、あー確かにそれはそう。明日が何人だっけ、今日のリリースイベントさ実は12人とかで、メイさんね5曲連続とかで出てた。愛ちゃんがいっぱい出てる、うわっ、俺ありがとう、頑張ります、もっともっと、まだ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 頑張らなきゃなので頑張ります、なんか私らしく頑張りますって思って今。じゃあ生理が全然終わらなくてそんなにあるのか、いつからのチェキを整理しよる、みんなチェキ整理ってどんくらいの頻度でしよる、人によるか、それもマメな人もいればとか。赤いとはなぁ、作ろう、じゃあ今度は作ってくれると信じとるよっつってたけんなっつってやばいやばい、福岡のヤンキーって言われるよそんなこと言うと、自分ね違うのに。俺は基本雑だから、2020え今何年、2022年になってるの、もうやばくないそれあ、なんか数えとったよね確か、チェキの違ったっけ、違ったっけ、30分までには終わる、さっき15分って言ったのに。でもなんか眠いけどね、みんながコメントねくれるけんね、いっぱいお話ししたいなって思っちゃうありがとう、そうなんやな、やばい、眠いことに気づいたらダメなよ。最近ミルクティーが飲めるようになってミルクティーにハマっています、こんにちは。ほら300枚入るカードケースに、すごい月ごとなのね、すごいカードケースなの。皆さん一つのファイルまとめることだけ、おおすごい、他のメンバーだじゃあ多分その中にうちと撮ってくれたのとかも入っとる、ちょっとだけちょっとだけ、すごい、そういえばちょっとだけ話変わる気もするけど、私お財布が今長いの使ってたんですけど、お母さんからもらったやつ、卒業祝いに高校のちょっとちっちゃいのにしようと思って、ちっちゃいのをさっきポチったんですよ、結構悩んでポチったんですよ。でもうち基本的に荷物多い人で、荷物というか財布の中身もなし、そもそも家の中のものが結構多い人で、なんか念のためとかで詰め替えとかめっちゃ持っとるんや。今日それでちょっと失敗したというか、失敗でもないけどちょっとさ、ちょっとマジめっちゃ話変わるけど、ちょっと見せていい？ちょっと待ってね、今日さドラッグストア行ったと、ドラッグストア行ったんやけど、めっちゃこっち見とるくない、この子めっちゃ目合うよね、みんなびっくりしちゃうわ。マネージャーにあって、おそのファイルにいっぱいなれるように頑張ります。今日ドラッグストア行って柔軟剤の詰め替え買ったんですけど、
これ買ったの、今日これ買ったのよ。ちなみにうち柔軟剤めちゃめちゃなんかいろんな種類あるんですけど、いつかね出すかもどっかにって思うぐらいいっぱいあるんですけど、あいちゃん今見てくれた、ありがとうだよ。6枚ぐらい、6年生でしたどういうことって感じ。そうこれねいっぱいあるうちの一つなんですけど、柔軟剤使ってる。そうこれの詰め替えなんかなんかあんまなかった気するなって思って、まあ買っとくかって思って買ったんですよ。そしたらさ家にさまさかのでっかいのあって、マジかよって思ったらなんともう一個でっかいのあってもうね同じこの柔軟剤だけどこんなに詰め替えがあるともうやばって思った本当に。ちょいちょいやるこういうこと、マヨネーズ家に3本ある時とかあるもん、なんかマヨネーズなかった気するなとか思って買ったら、2人は行ったらセットで、 ありがとう。おいちゃんと同じ、あマジ同じのものを使う。でもねうちえこれさちょっとどうしようかな、え柔軟剤紹介さ見る、だとしたら柔軟剤紹介見る、あとねもうちょっと時間かかるかも、30分までには終わる気せんけど見てみる記憶えそれだマジ。でもね結構よくなんか心配になっちゃって、でもどうせさ柔軟剤とかそれこそマヨネーズとかって期限がないじゃん、そうするとまあ一回とりあえず念のため買っとくかって言って買うんやけど、なんとねこんなにいっぱいあります。これちょっと優先的に使おうって思った、姉妹す姉妹かもしれない、見せてくよ。まだえまだめっちゃあるよ、じゃえ持ってきていいじゃん、柔軟剤全部、柔軟剤全部持ってくよね。じゃあマヨネーズ、マヨネーズにあるけどそんな腐ることないやら、開けんときはね。ってことでちょっとじゃあ急に柔軟剤紹介するわ、私ちょっと待っとって、ちょっと待っとって。ただいまー。30分にはさ30分には終わりませんが、ワクワク止まらん、全部一緒の使う、え絶対無理なんやけどあの大前提として私なんか柔軟剤の匂いが結構好きで、で柔軟剤のなんだろう香水とかより柔軟剤の匂いが好きなんですよ。足を眺めといてくれてありがとう。そう好きなんですけど、なんか同じ柔軟剤を使っとると、あタイコや、え何どうしたのアバター、えどうしたのアバター、やあ12345、やあ座ったか立ったかしました、もう終わろうと思っとったけど今から柔軟剤紹介始まるんだ急に来て5秒でうちの柔軟剤紹介されるの意味わからんけど、じゃあそして葵ちゃんだけが、葵ちゃんはおるんよどうしたのって、いやアバターが急になんかリーゼントだしってなった。じゃあとりあえずさっきの詰め替えがいっぱいあった柔軟剤ね、この子結構使う、柔軟剤紹介嬉しいマジ。柔軟剤一つ目これ、二つ目今日はこれで洗濯しました、ソフランアロマリッチの黒紫のやつ、
てか髪色ほんとそう、メロンさんでももうちょっとしたら染めるんじゃないかなって勝手にうちは予想してます。でこれは今日買った、お母さんにおすすめされたので今日買いましたのやつ、3つ目。あとこれダウニー、でも多分これ中身色違うかも、もしかしたら気づいたけど中身ね、これ紺じゃなくてなんか黒ともうちょっと紫のやつかもしんない、中身もしかしたら。4つ目、あれもしそう統一じゃないの、そうなの、なんか同じ柔軟剤って同じ香りすると匂いが分かんなくなっちゃうじゃん、自分の柔軟剤の、それが嫌で、柔軟剤いっぱい、なんか気分によって匂い変えてますっていう人なので柔軟剤集めるの好きです。であとはこれちょっと高いやつ、レノアのオードリュークス、これねなんか一つだけ系統違うんですけど色とかの、割と柔軟剤色味で同じ匂いで、これマジ好きなんよね。でもちょっと高いんよね、この子だけね一番高い、この中でその次がこれかなって感じする。これマジ結構好き。あれこれダウニーじゃなかった、いやダウニーだわ、それめっちゃある、あいちゃんの、あっあっとったね、ダウニー神。でもねこれこれ中身詰め替えを入れてるんですけど、ちょっと中身もしかしたら色違うかも、でもちょっと今ないよね、買わなきゃなんやけど、ダウニーなんか今日見つけれんかった、忘れてた。レナさん、そうそう、レナさんなんかそろそろ買えそうって予想してる、勝手に。中身違いは時々あるけど、うちはあんませんちゃうけどね、お母さんめっちゃする。あすきちさんヤッホー DD です。でこれが柔軟剤かっこ液体セレクションね、5個、今5個になって、今ここをなんか気分で使い分けてます。フルーム、お、マジこれ違うわ、こっちか、これの黒、あ、黒紫もちょっと迷った、もしかしたら買うかも、黒紫はね結構迷った、なんかもうちょっといずれ増えてるかも黒紫は。それそう高いのこれ、オードリュックスマジ高い、マジ高いとか言ってマジ高いけど結構好きやけん、なんかちょっとあんだけ時々使う、これもでも一応詰め替えあるのでっかいの。なるほど、浮気、そういうこと、いや浮気症じゃないよやっぱ人で、あとはそれのこの5つとこのレノアハピネスのアロマジュエルのこれがなかなか売ってないんやけど、これなかなか売っとらんけど、これマジでね最近買ったけどめっちゃ好きやった、ホテルコレクション、でもあんま売っとらん、これ今日のとこにも詰め替えとかなくて、これとこれとネオン、これがメインというかよく見るやつはこれと薄ピンクと濃ゆピンクとこれ紫、これ紫実家に帰った時にどれ使いようとって聞いたらこれ使うって、あ、これもいい匂いだって気づいてこれ今日買いました。今日これと今日はこれとこれを組み合わせて選択したどんだけ出てマジ一生出てくる、柔軟剤マジで本当に柔軟剤多いんよなんかこの4種類のビーズとそう匂い、でも匂いフェチに近いのはビーズ系マジでいいし、でも冬っていうか今日はねちょっとこだわって選択したんで後でそれ言うんですけどこのビーズとそのわあ危ねえ、このこれじゃないけどこれだけじゃないけどこの柔軟剤たちのをそのどっちも組み合わせていい感じの匂いになるように生きていますやけんねマジで服の匂いめっちゃ変わる。アロマビーズ全種類使ったけど赤かスポーツ、青使ったことないな、青使ったことないな、青ってなかなかなくない、スポーツタイプあれか消臭みたいな方のやつかな。でね、あのこのレノアハピネスのアロマジュエルね基本的にこの3個と黄緑がよく売ってるんですけど、黄緑だけはちょっとタイプじゃなかったもうほんとめっちゃマジ、いやでも福岡帰ったけんさなんか
あ、バイの使い方ね、ちゃんと思い出してきたよとか言いながらね、思い出してきたバイって言っとらんのよ。葵ちゃんの匂いはこれ、そうなんよね、葵ちゃんの匂いこれ分からんのよ、マジでそうなんよみんな絶対欲しいよね、葵ちゃんの匂いはこれ。え、でも系統的にはね割と似てんのよ。だいたいピンクとか紫とか、お母さんにね、お母さんが匂いのアロマ系の何、あのそういうやつの資格取ってて、なんかアロマとかの組み合わせとかの何だったっけ忘れたけど、なんかの資格持ってて、匂いとかの組み合わせとか好きなので、実家帰った時にいろいろまた聞いて進化したんですけど、もともとそう、なんかなので今までの人生であんまり香水を使ってなくて、え、そう、あとこれさ、今日配信でやるか迷っとったんやけど、なんかこの流れでやるってことあるんやけど、やばい、これもう4時まで配信するよ、うちこれそう、持ってくるの時間かかるやろ、2回に分けたけどね、でもこれ2回で持ってきたんよ、頑張った。もうこれで終わり、柔軟剤は。え、でもみんなさね、これのさ詰め替え見つけたら教えてほしい。これね、なんかこの間初めて見て買ったけど結構好きやったけど、なんかあんま見らんちゃうね、ホテルコレクション。衣装もそのどれ、そう、今度買え変態欲しいになっとる。お母さん香水はね、あんまお母さん好きじゃなくて、でも一時期とか使っとったみたいけど、さすがにね、さすがに寝ますよってそれ以上は無理だったか。まあでもそう、あのうちもでも香水とかの匂いより柔軟剤とかの匂いが好きなんやけど、今もねちょっとやってるんですけど、アロマオイルとか好きで、でなんか香水とか匂い嗅いでもいい匂いだけど、なんかあんま分かんなくて、で何がいいんだろうなって思ってたんですけど、でお母さんにちょっとボディミストみたいなのをもらってきた、帰ってきた。全然いい、すごい、今はめんどくさいからジェルボール。あー、え、何やろう、でもねやるか迷ってる今日。あの香水迷っとって、でも香水でさ、なんかいい匂いした方がいいじゃん、なんかこの匂いがあった方がいいやんってうちも思ったんよ。でどうしようって思って、でも香水なんか違うんよってなっとって、今ねやめにも嗅いちゃったよ。あのアロマオイル好きなんですけど、なんか特に好きなアロマオイルがいて、フレグランス系の、あ、そう、柔軟剤、そう、めっちゃ匂い漂わせてんの。でもなんか柔軟剤だとさ、あんまみんなには伝わってない、もしかして。でも違う、洗濯をもうちょっとこだわればいいんやけど、あのうちのマミーは洗濯している途中に一回止めて、アロマビーズを溶かしたやつをすすぎの直前ぐらいで混ぜてこう染み込ませてもう一回回すのよ。それの一手間加えるとマジでめっちゃ匂いが強くなるんやけど、マジ大変じゃんって思ってるあんやん香水つけてみる、そう、あんまつけてないというか、あんまなんかしっくりくる香水が今なくて、買ってはいたんだけど、そう、ラッシュのとかも買ったけど、いい匂いやけど、なんか時々でいいなって思っちゃう。そう、去年、そう、みんなの香水聞いた、何のブランドがいいか。でもなんか香水、え、そう、それでいろいろ嗅ぎに行ってんの香水を。でもなんか、いや全部いい匂いなんよ、でもなんかこれって決め手がマジでわからんくって、でなんか自分に似合う匂いとかも考えてるけど、マジでわからんくって、本当にやっぱ男から買う匂いは、あ、でもそういう人から匂うのはね、全然香水でもいい匂いって思う、全然いい匂いって思う普通に、しいいなって思うけど、なんか自分の香水を選ぶってなるとマジでわからんくって、本当になんかマジでなんかね、全部いい匂いなんやけど、え、どれがいっちゃろうってなっちゃうのと、それ、それこそなんかこの匂い可愛いけど、なんか自分に合うとかいなとか考えちゃうと、マジで分からん。何、え、すごっ、最近こう、いいじゃん、ライブ行くとか、なんかその迷う時間とか楽しいよね。
でも今部屋でアロマのディフューザー焚いてたりするんですけど、加湿と一緒に。あの無印良品のアロマオイル、これはのブレンドのエッセンシャルオイル、その匂いをいろいろブレンドしていい感じのを作ってくれてるよみたいなのがあるんですけど、無印のそれのくつろぎっていうやつがマジで一番好きで、マジで一番好きで。あ、ゆりくん、え、なんかフルネームになった音。おやすみ、おやすみ。体温高めとか、へえ、肌質とかにもよる。あとは、え、そう、好み、え、なんかでも好みな匂いってなると割と柔軟剤の匂いが好きなの。香水が、え、何系が好き、それがわからんと、マジで。でも好きな匂いは割とこういう、ね、柑橘系のアロマオイルが好き。これもね、なんだっけな、これ、このくつろぎのあのエッセンシャルオイル、アロマオイル、無印良品のくつろぎっていうリラックスタイムっていうあれなんですけど、なんかこれがラベンダーとスイートオレンジとゼラニウム、ゼラニウムは甘かったら、自分ホーウッド、これも甘かったらの4つで、多分ラベンダーとスイートオレンジが割とメインかなーって感じの匂いがするんですけど、この匂いマジで好き。家でね、これを放ってるとマジで落ち着く、本当にリラックスタイムなの。あとはこれはもうめっちゃラベンダーなんですけど、これはなんだっけ、生活の木かなのブレンドのエッセンシャルオイルで、これもうラベンダーヒルって、もうラベンダーって書いてあるんですけど、メインラベンダーで何入っとったっけな、あとどっか書いてあった気がするけど分かんなかった、店に書いてあったのかな、絶対でもどっか書いてあると思うんですけど、これもね結構いい匂い。昨日ライブどこ行ったったん、シトラス。あー、でもそう、アグアファンあるよね。でも分かる、なんかアグアファンはマジで分かる。でもなんか自分に何が合うのかが分かんないの。シトラスはどのシトラスだ、何です、何、何があるん、好きな香りあったらつけていこうと。おお、いいじゃん、ここに説明書いてある、ラベンダー何が入ってるかはあんま書いてなかったでした。え、そう、でもなんかラベンダー系割と好き、ラベンダーとかローズも好きだけど、でもオレンジ系、スイートオレンジは好きすぎて単品で持ってます、私。これスイートオレンジのエッセンシャルマジちょっと滑舌って感じなんですけど、オーガイ、シトラス、アクア、ウッド、あー、シトラスか、シトラスかフローラルアトリーだよな、うち多分。ムスクが分からん、うち。ウッドまでは分かった、当時つけてたから。へー、すごい思い出、匂いって思い出に残りやすいよね。これスイートオレンジだけの匂い、オレンジ、めっちゃオレンジの匂いする。でも最近これだけだと、あ、時々使うけど、なんかこれにリラックスタイムになんかちょっとオレンジ強くしたい時にこれ入れたりとかする、そういうの好きなんよね、匂い。え、で、そう、じゃあ柑橘系、え、そうかなって思っとる。で、なんかエタノールというかアルコールに、アロマオイル入れてシュッてして、そのアロマオイルの匂いを体から出す、体につけるっていうの、なんか香水というかボディミストみたいなのをするのがあるんですけど、それを作ろうかなって思ってて、そう。でもちょっと今日はお腹空いてきたかもっつって、全然意味わからん。
みさももさん、こんばんざい。はじめまして、来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界を発信していくアイドルグループ、バンザイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。はじめまして、来てくれてありがとう。毎日配信していますので、よかったらお話していてくれると嬉しいです。おにゃ、それ知りたいかも。親がね、見て柔軟剤マニアだったからこっそり、そうなんや。そう、でもうちも親が柔軟剤マニアなのよ。いきなりそう、田舎、いきなりお腹、でも今日なんかあんまちゃんと夜ご飯、でも軽食デートしたけん、そっから帰ってからね、通りもん食べただけかもしらん。最近これ使ってないけど、ラベンダーだ、めっちゃ。でもやっぱ一番はね、本当にこの靴、うちね、次これがあとちょっとでなくなりそうなんですよ。あとちょっとじゃないわ、全然まあまあ少なくなってきてるので、もうなくなったら次はでっかいお色買おうって思ってますってぐらい、マジでお気に。あ、鳥も、そう、鳥も買わんとよ、うん、あんま使わんな。でも集めたいんよね、アロマオイル、ベルガモットだ。でも、ね、でもそう、でもアロマオイルも買いだけど、結局はね、これが一番好きすぎて、なんかそれ以外なんか全部微妙に思っちゃった。一番好きだった。あ、はい、まだやっとるよ、やっほー。いろんな話してた。柔軟剤紹介一通りやったけんね。でもお腹空いてきたんだ。そう、柔軟剤いっぱい紹介したけん今日は。全然意味わからんけど、柔軟剤マニアなんですっていう新たな発表をした。そうだ、あんにゃ、カラコンはあんま詳しくないかも。うちずっと同じ、色は変えてるんですけど、あのずっとあの宮脇さくらちゃんのモデルがをして、宮脇さくらちゃんがモデルしているモラクっていうカラコンしか使ってない、最近は。てかずっと、割とずっとそれしか使ってない。今それの桜ペタルっていう色です。ちょっと前はなんかピーチなんちゃらっていう色。お腹空いてきたけん、ちょっともうダメだよ、もう眠くてお腹空いてんの今。やばいやばいって感じ。あ、今日見た？それなんで今日カラコン見たん？てかさ、うち気づいた、やばい、これ、このカラコンあったらもう次がないけん買わないかん気がしてきた。やば、買わなきゃ。土入りです、じゃあカラコン土入りで1ヶ月の使ってます。実はカラコン買ったけど何色、でもカラコンの何色が似合うマジで、うちはま自分でつけなわからんって思っとる。やけん、うちは最近すごく、このカラコン買った時にまとめて何個か買ったんやけど、なんか違う色3色ぐらい買ったもん、同じ種類の。今までつけとったのがミラーグレー、グレー、ダズルベ、ダズル、ダズ、ん？ダズルグレーかミラーグレーとか、グレー系を一時期ハマったけど、最初ピンクつけとったんやけどね。でピンクにも戻ってきたんやけど、その前に一個なんか初めての色試してみたりして、なんか割とでもつけてみならないって分からんって思うけど、やばい、時々来る急激な眠気に襲われています。セラフィーが言うベージュ、でベージュとかヘーゼル系は確かに合いそう。あんま人に合うカラコンとか分からんな。いや、自分に合うカラコンも分からんもん。マチはグレーが、むず、物にもよると思うし、グレーにもめっちゃあるけんさ、色味ってことよね。
むずいね。え、大丈夫よ、じゃあそう寝れる。でも絶対にお風呂入って寝たいと。うちは今日なんか部屋片付けてさ、なんかクオリティオブライフ上がった気持ちやけんさ、絶対にお風呂入って全身にボディクリームを塗って寝るんだって気持ち。とりあえずおー、まあ、でも茶系が割と無難かも。うちも最初のカラコン茶系とかも、初めてカラコンしたのはねだいぶ昔のお話だけど、友達に手伝ってもらってマジずっと入らんかった記憶。その頃まだコンタクトじゃなくてカラコンが先でした。終わりにやる。スピードワゴンさん、ヤッホー。ちょっと半分になっちゃってごめんね、こんばんは。なんか寝ながら配信が、リマもやばい、リマさんになっ、リマさんの眠い時のさ配信めっちゃいいよね。一回だけ見たことあるけど、また出会いたいけど、リマさんの眠い時の配信なかなか出会えない。ちょいちょい見たくて見るけど全然元気な方が多いけど、こないだもでもなんか眠かったのに、あり眠かったけどありがとうみたいなツイート見て、リマさんの、うわ逃したやん眠いリマさんって思った。マジで眠いリマさん好き。別になんかそれ以外が好きじゃないみたいな言い方してるかもしれない。眠いリマさんの配信マジでいいよねって思った。半分ね、わかる。マジ今寝とる、もうやばい、寝とるけど絶対お願い、ちょっとみんな本当に応援してほしい。私がこの後配信終わった後この柔軟剤を片付けてからお風呂に入ってほしいっていう応援をしてくれませんか。寝てます、わかるわかる。リマさん、そうだね、うちが見た時はもうすでに眠いリマさんの時か元気なリマさんの時かしかない。もしかしたら元気なリマさんの時にずっと見とったら眠かったのかも。そんな急に来るのね、やばい。あ、オリマさんじゃん、ヤッホー。香りマジ、それはねめっちゃありがたいかも。でもどっちかっていうと代わりにお風呂入ってほしいわ、うちの代わりに寝るのはできる。うちお風呂入るのが最難関なんだ。頑張って自分っていう。ヤムサマックスのおしゃバブちゃん、あーそうだな、痛いな。お風呂頑張れ、目の前の柔軟剤嗅いでもね隠せせんかも。だって全部優しい、優しくもないけど匂い、ちょっと目涙拭いたけど絶対マスカラやばいかも。めんどくさい方を譲、いやめんどくさい方譲りたい。うちは寝るのは余裕でできるけんさ、うち大丈夫。お風呂入るの代わりにやってくれたら嬉しいなっつって最難関だもんだって。ほっといたら寝るもん。やばい、ここで涙拭きよけ、キラキラしとる。ここがいや何しててもいいけど、やったフェアザーフロー、フェアザーフローが機嫌に踊り散るかしら。あーここで寝たわもう生すぎたってで上向いとけ、もう寝た。これで寝ちゃった。あれダメだ、やばい、徐々に目が開かんくなってきて、今目開いてないことに気づいとる。開いたもうやばいけん、ちょっと終わろう。ちょっと踊ってたよ、頭が踊ってくれてた代わりに。さすがよもうゆっくんここまで起きとってくれた、ありがとう。絶対眠いのにありがとうね。おやすみ、うちも寝るよ。てかね、あ、やっぱそうなのね、びっくりした。え、そう、うちも寝たかと思っとった。いや寝てたわおはよう、おやすみ、キロ、お風呂入るんだ、うちは頑張ってお風呂入るんだ、応援してほしい、頑張ります。みんな
夜遅いというかもうそろそろ朝なのにいっぱいありがとう。ご状況もう起きとるよそれ、びっくりしちゃった、ちょっと目覚めたわ、ありがとう。ご状況もう4時やけどやばいよそれは、ちょっと寝なきゃだ、ありがとうね、夜遅くというかもう朝早くまで1時間でもぐっすり寝れること祈ってるよ。みんなおやすみ、ありがとう。